どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあこのガズレレ YouTube チャンネルはどんな方でもあっという間にこのちっちゃいウクレレでどんどん音楽できちゃいますよということで、簡単レッスン動画日々もりもり公開しております。今日もやっていきますよ。本日は G ラボウクレレのガズモデルと、はい、シンプル簡単バージョンで初めてウクレレ使ってレッスンスタートしていこうと思います。この初めてウクレレ Amazon で即ゲットできますんで、ぜひチェックしてみてください。そしてですね、今いつも使ってるこの G ラボのウクレレたち、これ最強最高のウクレレなんですけれども、はい、ここの週末9月の9日10日に行われるこのウクレレピクニックというイベントに G ラボウクレレのポップアップショップとして出展決定しております。はい、すべてのモデルの試奏はもちろん、このタビレレ、噂の厚さ2センチのタビレレの試奏とかもできるようになってますので、ぜひ皆さんお出かけください。さあ今日のレッスン入っていきましょう。本日のレッスンはですね、この曲ドン、ユーリさんの鬼ごっこ、こちらの曲をですね、簡単ウクレレレッスン動画で取り上げていこうと思います。まあ皆さん、歌詞、この歌詞とね、このメロディーがもうほんとキュンと胸をつかむ、素晴らしいです。はい、いつものように2バージョンでいきますよ。これでもそうだ、最初に言っときますけど、これ歌がですね、かなりこのラップっぽいというかですね、もうゆっくりな曲なんですけど、結構この言葉のタイミングが結構重要になります。はい、いつものように 2バージョンでいきます。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしているガズレレ流超シンプル簡単バージョンをゆっくりやります。後半はかっこいいバージョン。かっこいいバージョンはやっぱこう弾き方でですね、ちょっとこうドラマティック感を、スケール感を高めている。いい感じですよ。はい、2バージョン最後までぜひともご覧になってください。さあ皆さん、音楽を始めましょう。さあ今のところでちょっとお勉強していただいて、これからね自分でどんどん音楽生み出して楽しんでいっちゃいましょう。さあレッスン入っていきますよ。ユーリさんの鬼ごっこ、まずは初心者さん向け超シンプル簡単バージョン、ゆっくりめで、歌はちょっとね聞き込みが必要ですけど、演奏はシンプル簡単バージョンでお届けします。やってみる。
いいの。ユーリさんの鬼ごっこガズレレ流シンプル簡単バージョンゆっくりやってみました。いいですね。これね、歌詞をぜひ読んでいただきたいんですけどですね、この本当にこうなんかドラマを見てるようなこれ映像が浮かんでくるんですよね。懐かしい思い出とこの恋心、これは胸キュンですよ。はい、歌詞もしっかりこうね、抱きしめて歌っていきましょう。はい、で今聞いていただいて分かったと思うんですけど、ガズレレオリジナルのショートカットアレンジバージョンにさせていただいております。どういう風になってるかというと、イントロやって1番やって1番サビが終わったら本来だと2番に行くんですけど、2番をちょっとショートカットにさせていただいて、その後ブリッジパート行って最後のラストのサビに行くというこんな展開になっております。これをフルコーラスやってみたいなという方はまずねガズレレバージョンで練習していただいてですね、慣れてきたら2番1番とコード進行一緒ですからね、歌詞書き加えてオリジナルの楽譜とか作ってトライしてみていただくのがいいと思うんですけど、まずはガズレレ簡単アレンジバージョンで、やってみてください。ガズレレの動画には歌詞とコードが出てますんで、それを見ながら、何回も練習していただいてもらって、1個目のゴール設定としてはガズさんの今やった簡単バージョンと一緒に合わせてできたらすごいと思います。この曲何回も最初のところの歌い回しとかもうほぼラップに近い言葉のビートもすごく重要になるんで、この辺ちょっとねもうなんつうのかな、聞き込みが必要ですけどね。はい、ぜひトライしてみていただいて、一緒にできるようになった方おめでとうございます。次のステップ行きましょう。次のステップっていうのは一体何かというと、今度はガズレレ YouTube 一切見ずに皆さん一人だけでリズムを乱して音楽を生み出して自分だけでこうね一曲奏でる、これが素晴らしいなと思うんですけど、最初から歌詞とコード全部丸暗記するのは今日の曲みたいなのもう難しいんでね、やっぱり最初楽譜練習になりますよね。楽譜を何回も見てもう自分の中を落とし込んでいって、いずれはもう覚えちゃってこう大空を見ながらこの曲歌うとかそういうのがいいと思うんですけれども、でも楽譜ってどこにあるのということだと思うんですけど、安心してください。今の演奏はですね、このガズさんの手書きのノートにガズがこう書いて、手書きノートをこう書いていったものを見ながら今やっていきます。今日ね2枚にちょっと渡ってるショートカットアレンジですけど、そしてこの見てください、この歌詞がもうめちゃめちゃ詰まってるでしょ。ここがそのさっきから言ってるこの言葉のリズムがラップっぽいところということなんですけど、まあ、こんな感じで書いております。これもうちょっとしたらこんな風に画面に映してみんなもこんな風に書いてみたらいいさってシェアしようと思うんですけど、その前にですね、この便利なサービスをちょっと紹介させてください。ガズクラブです。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴してですね、今日取り上げたユーリさんの鬼ごっこを含むガズが今まで手書きで書きまくってきたもう膨大な山のような楽譜の、中からですね、毎月5曲、あの曲がいいな、この曲やってみたいみたいな感じでお選びいただいて、即座にお手元にデジタルデータとしてガズの手書きの楽譜がダウンロードしてすぐに、活用できますよという画期的なサービスなんですよ。はい。で、このね、ガズクラブは楽譜のダウンロード毎月5曲以外にもいろんなことがあるんです。毎月2回行われている全世界のガズクラブメンバーの方だけが参加できる大セッション大会ガズオンっていうのを行っていたりですね、あとは、ガズクラブメンバーだけが使えるアプリがあって、そこで楽譜の管理とかいろんなことをやり取りできるというようなことがあったりとか、もうすごい。あと皆さんの演奏発表できる場所が、メンバー限定の Facebook ページとかがあってですね、かなりガズクラブ盛り上がってるので、ぜひチェックよろしくお願いします。あとこのガズクラブとはちょっと違うんですけど、ガズレレ大学という YouTube メンバーシッププログラムをやっています。メンバーシッププログラムが毎月590円で毎週2回のライブ配信による超濃厚、これ大学ですからね、かなり高難度なことをやるというか面白いですよ。なんですけど、この大学に入るにはやっぱりガズレレプログラム、初心者プログラムで練習していただいてもらって、16ビートとかぐらいまでは練習した方が、より楽しめると思うんで、初心者、始めたばっかりの人はガズレレ大学ちょっと早いと思うんですけど、はい、この辺もね概要欄に貼っとくんでね、ぜひ見てください。あともう一個、朝7時半からスタンド FM というところでガズのラジオ配信ガズラジやってます。最近はガズラジの YouTube チャンネルも立ち上がりまして、まあ内容同じなんですけど、毎朝7時半から365日めちゃくちゃ役立ついい話してますんで、ぜひチェックよろしくお願いします。今言ったこと3点概要欄に貼ってきますんで、見てみてください。それでは楽譜を見ていきましょう。鬼ごっこユーリさんです。今日も2枚にわたってますよ。はい、まず見ていきましょう。イントロです。ここはシンプルですね。で、ここ下にくるっとこのように書いてあるのはかっこいいバージョンで使うコードですよ。 G7 サスポート実際こういう風になってます。結構だからコードとかこう指令がいろいろ書いてある。これは全部かっこいいバージョンではこれいろいろ入ってくるんでね、奥が深いですよということでございます。さっきも言ったけど、この歌詞のこのぎゅうぎゅう詰めのところを見て分かるように、まあほぼこの辺は言葉がいっぱい詰まってる感じの、でも忙しく聞こえちゃダメみたいな感じです。ゆったり行きたいですよね。はい、こんな風に映しておくので、お時間ある方は一時停止して、映してください。そして今紹介させてもらったガズクラブで、このガズが書いてる、ね、手書きのノートデジタルデータでお手元にダウンロードしてもらうのめちゃくちゃ今日みたいな曲も有効でございます。最初ちょっとこう見てください。こういう点が書いてあるでしょ。これこう応援ブランコも飽きて君の背中追いかけ走った
と奥のってこんな感じです。この点の時にリズムが変わると、これがいいと思いますね。あと歌詞カードには出てこないこれ伸ばすところが何気にめちゃくちゃこう参考になるんですね。はい、あとこのワンブロックに対してのこの位置関係もかなりね、ヒントがいっぱい隠れているこのガズの楽譜ダウンロードぜひおすすめします。ガズクラブもご活用ください。はい、じゃあまずここのイントロから A、B、ここもぐらいまで一時停止で書いてください。細かいですよ、今日は。はい。ちょっと分かりづらかったら動画の中のテロップを一時停止していただくのもいいかと思います。はい、次どんどん行きましょう。サビ。サビからこれ感想ですね。感想。はい。いいですか、一時停止で。はい。よし。で、ここブリッジ。本来はここから2番に入っていくんですけどね。そこはショートカットバージョンにさせていただいて、ブリッジパート。ここのね、歌のタイミングもちょっとね、ゆったりになったりして、なかなかこの、覚えてください。もうほんと。はい。この辺いろいろヒントが、ツタタタとか書いてありますね。コードが変わったりしてます。はい。で、ここ星マークですね。ちょっと最後のサビに行く前に一回おとなしくなるとこです。これ伸ばすとか書いてあるけど、まあここね、いろいろちょっとかっこいいバージョンでもね、ここガズベージョンになったりいろいろ展開していくんで、その辺もちょっと後で解説していきます。一時停止で書いてください。はい。そしてこっちクルリンパするともうラストのサビの、バースに突入するよということで、ちょっとこのメロディーも盛り上がるんですね。はい。こんな感じでございます。はい。そして、ここ最後のエンディングなんですけど、ここでですね、ちょっとすごい不思議な明るいメロディーが入ってるんで、ここちょっと伸ばしながら、エンディング終わったよ、曲終わるよという感じでございます。コードもいろいろ変わってます。はい、じゃあ出てくるコード見ていきましょう。今日結構多いね。赤く囲ってるコードがかっこいいバージョンに出てくるんですけど、今こっちに映ってるやつが今のシンプル簡単バージョンです。言っていきます。C、A マイナー、F、D マイナー、D7、G7、E7、E マイナー7で、入門コードがこれ8個ですね。今映ってるこの8個のコードはね、これ、難しそうに感じるかもしれない。簡単なんです。これ今映ってるコードはガズレレでももう安心の入門コードのグループこちらになってます。ガズレレ必須コードです。この必須コードつのは一体何かというと、初心者さんが一番最初に覚えてもらいたい10個の入門コードのグループです。10個もあんのと思うかもしれないんだけど、1個ずつ見たら超簡単なんですよ。でもいっぺんにね、初心者の人がドッと10個覚えようと思うと、頭ごちゃごちゃに混乱するんで、私が皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃうめちゃめちゃいい動画撮ってます。概要欄に、ガズレレ必須コードの覚えられる動画の URL 貼っとくんで、じっくり見てコード10個覚えちゃってください。これ覚えたら楽しいこと、もりもりでございます。はい、それではかっこいいバージョンの解説に入ってその前に何回も言ってますけど、この最初のね、特に A メロの歌い出しの言葉のタイミング、せーの、公園ブランコも飽きて君の背中追いかけ走った、うん、遠くの街に行ってしまうから帰りたくなかった、うん、この辺の言葉のね、このナチュラルタイミングとこのふんわりした感じ、こういうのってもうほんとユーリさんならではなんですけど、そここそがこの、なんていうんですか、ふんわりね、これ、なんか忙しかったり、なんかガチャガチャした感じだと台無しじゃないですか。流れるようにこれがふわーっと歌えるようになるのが、やっぱりいいかなと思うんですけど、まあしっかり聞いてね、リズムをこうしっかりこうカウントしていくというのがいいと思います。はい。じゃあここからかっこいいバージョンの解説入っていきましょう。かっこいいバージョンではコード2個追加になります。1個はですね、G7 サスポ、入門コードうちの G7 押さえ、小指。これ足したら G7 サス4。これ離したら G7 ですね。これ今日 G7 サス4がね、すごくいい感じでね、要所要所に出てきますね。これ、よく見といてください。あともう一個一瞬ですけど C サス4。ほんと一瞬。C 押さえといて2弦の1フレット。これが C サス4です。離したり。これ一瞬です。A メロの中でちょっと出てくるよ。というこの2つのコードで、かっこいいバージョンやっていきましょう。で、出てくるリズム。今日このリズムがなかなかね、渋めです。はい、ドン。ガズペジオと、これ、アイランドビートというビートの方がちょっと近いかなと思いました。これね、アイランドビートって書いてあるんですけど、これ16ビートのチャなんですよね。まあ、シンプルに言うと。まあ、なんで、アイランドビートっていう感じの方が、まあ、どっちかっていうと今日はこのアイランドビートと16ビートのチャの、まあ、間ぐらいのイメージでしょうか。ちょっとね、若干跳ねてる方がね、この曲もすごくかっこいいかなというところがありますね。これはちょっと後でね、解説していきますが、結構ガズペジオの感じの雰囲気も長いこと、あるんで、この抑揚、おとなしいところと、こう、サビになって、こう、ちょっと盛り上がるところ。このね、抑揚がやっぱり、この、こういう曲のやっぱ大事なところだと思いますんで、こう、スケール感広げてやっていきましょう。今映ってるこの二つの弾き方、概要欄に貼ってあります、ウクレレでできるリズムのいろいろというところにですね、この二つのね、弾き方の濃厚解説レッスン動画もうすでにアップロードしてありますんで、ぜひ見てください、ということですね。まあガズペジオはもう、こういう感じです。ピアノっぽいイメージですね。まあなんか、トゥンタン、トゥンタン、トゥンタン。
はい、これで前半戦はこれでいこうと思うんですけど、まあ、これをゆったり奏でながらこのラップっぽい A メロなんか歌うのこれ気持ちがいいんですよ。はい、なんで慌てずにですね、優しく弾いて、バチバチ力入れちゃダメですよ。こうつまびく感じでこう弾いてください。で、G7 サスフォーっていうコードがすごい出てくるんで、ちょっとそこも注目なんですけど、あとね、細かい小技がちょっとね、出てきます。ちょっとね、あれだな。イントロから A メロでちょっとやってみようか。最初。てん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 いいでしょ。ねねねねって G7 サスフォー置いて、G7 で伸ばす。ここから歌です。ここで G7 さそう、君の背中追いかけ走った。はい、これがちょっとね気になるフレーズでした。今の分かった？ちょっともう一回やるよ。公園ブランコも飽きて、君の背中追いかけ走った。今のかっこいいでしょ。これね、1弦の Am の時に1弦の 2-3 って一瞬ちょっと入れてあげる。こういうフレーズがちょっとすごく耳に入ってきたんですよね。このユーリさんの鬼ごっこ聞いた時に。ちょっとこれ、余裕出てきたらこんなの入れてみるといいかなと思いました。そして、この G7 サスフォーがここで出てくるっていうのがかっこいいんですよね。公園ブランコも飽きて、君の背中追いかけ走った。いいですね。で、この後も、遠くの街に行ってしまうから、C7Am4。ここのワンブロック4つとかも流れるように優しく弾いていってくださいということですね。で、この後、もうちょっとその流れでやっちゃいますね。迎えが来て遠ざかる君、シーダースクール。この歌のリズムですよ。見えなくなるまで、また G7 さそう。ここで、ダーン、ダーン、ダーン。ここで C7 さそうが一瞬出てくる。ここだけリズムがちょっと16ビートのシンコペーションっぽいリズムになります。ちょっと見えなくなるまでからいってよ。せーの。見えなくなるまで手を振ったよ。はい、ガズペジオでダーンサスポーシーです。シーサスポーシー、こんな感じのリズムでちょっとこう流れを一瞬変えて、で僕の方がこの B メロに入っていく。ここがね A メロの中でちょっとね、こういうちょっとニュアンス的な決めというかフレーズが入ってくるとまたかっこいいかなというふうに思います。はい、あとはですね、まあ、ワンブロックコード4つが入ってきたりするところではまあ、わかると思うんですけど、シンプルなんです結構演奏は。まあ、なんていうのかな、コードが変わってきたりとかするのはあるんですけど、ここはねちょっとデモ演奏を聞いていただいたらすぐキャッチしていただけると思います。ちなみにサビ1から、まあ、16ビートのチャというかアイランドビートというかこの辺がちょっと出てきます。ちょっとサビの最初やってみましょうか。せーの。鬼ごっこはいつも僕の勝ちで、ドンドックチャッカダッカ、リズムはダッカダッカドンドッカ、ワンブロック4つダーンドンドダーン、ダーダーン初めて分かったよ。そのこの D7 はワンブロック1個なんだけど、ドンドッタッカタッカドンドッタみたいな感じですね。やっぱちょっとアイランドビートっぽい感じです。アイランドビートっていうのはね、そのさっきの動画も見てもらいたいんですけど、解説動画ね。 C でやってみると、ドンドンドタッカタッカドンドンドチャッカ、 C でやるとすごくこうレゲエっぽくのんきな感じになるんですけど、こういうちょっとドラマティックな曲でも結構いい感じでこのグルーブが出せるということで、このねアイランドビートめちゃくちゃねガズレレではねいい感じで出てくる曲多いんですよ。あ、なんでちょっとドンツッタパッカタッカドンツッカタッカ、僕の勝ちで何がここに行けない、ちょっとシャッフル気味。これがねこの曲のかっこいい要素かな。まあ基本的には16ビートのチャなんですけど、例えばワンブロック1個の時に16ビートのチャだと、ドンズンタッカツッタスタスクタッカタッカって、まあ跳ねた16ビートのチャだとこうなると思うんですけど、こういう感じじゃなくて、ドンドッコチャッカタッカドンドッコチャッカタッカって、ワンブロック1個でも今みたいな弾き方をするっていう感じの、ニュアンスですね。でその後感想はガズペジオに戻ったりとか、こう弾き方をですね変えて、いろいろチェンジがありますんで、そこもちょっとお見逃しなくテロップに書いておきます。でブリッジのところもアイランドビートで、ここのねメロディーのなんか流れが変わるところもすごく素敵です。君が僕を追いかけて、はい、ゆったりなリズムに変わる。 A メロのこのラップっぽいところとすごくこの対比みたいなのがですねすごくいい感じかと思います。で星マークのところにガズが言ってるところ、鬼ごっこは一人じゃできないよ、はい、この辺のところはですねこれ伸ばすでしょ。でこのリズムが戻ってきたところでガズペジオになったりタタタって決めが入ったりするので、ちょっとそこをやってみましょう。鬼ごっこは一人じゃできないよ、伸ばすところね。恋ごっこよもうなれないよ、ここからガズペジオ、追いかける番になって初めて分かった
次からね、これ D7 で、これカッティングだな。あ、これカッティングも今日出てくるわ。カッティングじゃ見てて、左手。左手で音を止める。これを、はい、ダッ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 ってこうなんか決めっぽく止めていく。その背中に止まる。触れたくて、アイランドビートを言って、ツタタタタタタタ。はい。このツタタタツタタタっていうのは結構こう出てくるんですよ。そのブリッジのところでも出てくるけど。最初にチャを一回弾いといて、タタ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 。これはよく出てくるおかずというふうに言われているやつです。次のセクションに入っていくときにこれ有効に使われます。他にもこのツタタタっていうのはそんな感じですね。で、最後もラストの、アイランドビート。隠れんぽは、どからかじ。雄大な感じでいきましょう。これね、またサビのラストのところでちょっと歌メロがね、微妙にいろいろ変わってくるんですよ。そこがちょっとね、聞き込んでください。で、最後エンディングに行って、最後デン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 ダロロララって不思議なメロディーで終わっていくという。そんな構成になって、全体的に見るとゆったりソングで、まあ、大枠で見るとですね、結構シンプルだと思うんですけど、まあ、やっぱり今、解説したように、ちょっとずつ決めとかね、いろんな、ものも入ってくるんですけど、やっぱりこの歌もそうだし、この、なんとなくガチャガチャしちゃいがちなんですよね、こういう曲って。でも聞いてもらったらわかるけど、原曲もすごいゆったりして、こう、なんか、柔らかい印象じゃないですか。そういうふうになれるといいんですけどね、まずイメージ持っとくのがすごく大事だというふうに思います。で、まあ、さっきも言いましたけど、ミュージックビデオもですね、すごいなんかこういい感じでこうなんかね、電車の向こうにその女の子を見つけたシーンとかなんかね、あの公園で遊んでるシーンなんかでいろいろこう懐かしいようなキュンとする恋心みたいなのがですね、すごくこう感じ取られて素敵だなと。やっぱ弾き語りって感情表現ですから、心思いもたっぷり乗っけてですね、この曲プレイしていきましょう。さあやっていきますよ、ゆうりさんの鬼ごっこガズレレ流かっこいいバージョンやってみる。
さんの鬼ごっこガズレレ流かっこいいバージョンやっていました。このね、流れるようなこのゆったりなリズムの中でこのなんてラップっぽいところがあったり、すごく淡々と歌うところがあったり、なんかね、もう歌詞の世界とか相まって、まあ本当に感情豊かに歌いたい曲でした。ぜひ皆さんトライしてみてください。さあ、お知らせですけど、さっきもお伝えしました、使ってる G ラボ。はい、このウクレレのね、ポップアップショップがね、9月9日10日、ウクレレピクニックというイベントにね、出展してます。ぜひ皆さん足を運んでください。すべての G ラボのウクレレモデルの思想とね、在庫があれば即ね、ゲットもできますんで、ぜひ、行ってみてください。はい、そしてですね、ガズレレではね、アプリを出してるんですよ。ガズレシピというアプリです。このアプリなんですけど、アプリのインストールは無料になってます。中で楽譜がもう何百曲もある清書されてる楽譜でですね、こっちはあのかっこいいバージョンの表記もあるんで、これかなり役立ちますからね、でこのアプリ内はいろいろスクロールができたり、自分がダウンロードした楽譜の管理ができたりとか、すごくいいものになってるんですけど、このね楽譜がですね、書籍版になってます。はい、こちらです。はい、このガズレシピ書籍版も大好評です。 Amazon とか、あと島村楽器さんでもこれゲットできますんでね、チェックの方よろしくお願いします。そしてですね、ガズレレではね、ウクレレ以外にも簡単音楽レッスンやってます。ガズピアノ、これ鍵盤楽器ですからね、これね、ほんとガズレレ楽しんでる方だったら、あっという間に鍵盤楽器でも弾き語りができますよというね、ガズが開発したプログラム、ガズこれ本も出てますから、ガズピアノのハニーさんと一緒の表紙なんですけど、ハニーさんも先生役で、はい、ガズピアノという YouTube チャンネルでレッスン動画公開中。あと毎週日曜日はね、このガズレレ YouTube でもギター教室ガズギターもやってますんでね、ギターやってみたい人もモリモリやってみてください。はい、そしてガズレレではいろんなグッズありますよ。まあ G ラボのウクレレとかもそういうのももちろんあるんですけど、それとは別にキャップだとか、今これ着ている T シャツとか、このストラップだとか、ここに映って水引きだとか、こういうのがでも小物もいっぱいあります。このバナー、ガズレレ公式ホームページのこのバナーのところに行くといろいろ見られるようになってますので、ぜひ皆さん見るだけ見てください。楽しいグッズいろいろ、ポップに行きましょう、ポップに。はい、そんな感じでね、ガズレレではもうあっちからこっちからもういろんなことやって、もう音楽聴くからやるに変えて、人生をもう豊かに楽しくしていこうということで活動しています。皆さんどんどん音楽して、音楽仲間もね、どんどん増やしていくとですね、笑顔がその分増えるんでですね、最高だと思います。はい、そんな感じで今回のガズレレレッスン終わります。またお会いしましょう。楽しく音楽していこう。バイバイ。